サントスマルトは、かつて、大阪商船及び商船三井客船が所有し、運航していた、火客船である。大阪商船所属の初代は、日本最初の大型ディーゼル火客船であるサント、スマル級火客船のネームシップとして、南米への移民輸送に活躍。太平洋戦争中は特設潜水母艦、特設運送船として運用された。 大阪商船及び商船三井客船所属の二代目は、第二次世界大戦後に、日本で建造をされた、最初の大型火客船であり、南米への移民輸送に活躍した。初予算とスマルは、サントスマル級火客船のネームシップとして、三菱長崎造船所で1925年1月5日に、寄港し9月5日に、浸水、12月10日に竣工した。 春行後間もない12月18日に神戸港を出港して横浜港に向かい12月22日に横浜を出港して諸女航海の都に着く。サントスマル休暇客船には352トン積みの冷蔵庫が備え付けられていたが、サントスマルはこの諸女航海で静岡みかん約50トンを冷蔵庫に搭載していた。 上野、スワイレス丸ル級客船が巡航した1930年以降は、西回り南米航路はディーゼル船で統一されることとなり、年間11航海の定期航海を行った。しかし、昭和5年10月には700名の移民を乗せて、神戸を出港しようとする直前、ブラジル政府が入国禁止を通告してきたため移民の安否が気遣われたり、1935年8月にも、 出港間際に移民制限令が出されて大恐慌と報じられるなど、サントスマルの航海は外的な要因もあって、必ずしも順調なものばかりではなかった。昭和5年時点の気候地は、王公は神戸を振り出しに、四日市、横浜を経て再び神戸に戻り、以後は香港、サイゴン、シンガポール、コロンボ、ダーバン、ポートエリザベス、ケープタウンと巡り、 南アメリカ大陸に取り付いて、リオデジャネイロ、サントス、モンテビデオを経て、ブエノスアイレスに到着。復興は、サントス、リオデジャネイロ、ニューオーリンズ、ガルベストン、パナマ、ロサンゼルスを経て、横浜に帰着するものだった。このような世界一周航路だっただけに、戦客も移民だけに限らず、王校だけに限ってみれば、シャム海軍士官の研修やオランダ領東、 インドへ向かう用人なども利用していた。1936年からは、上述のブラジルの移民制限などを受けて始まった、パラグアイへの移民輸送を開始し、昭和11年6月18日に第一陣のパラグアイ移民22家族170名を乗せて、神戸からパラグアイに向かい、日系パラグアイ人の礎の構築に貢献した。しかし、世界情勢の変化とともに、 南米航路も規模が縮小されることとなり、1939年9月の第二次世界大戦勃発以降は優秀船の保護が行われることとなった。その一方で、満州国への渡航客が急増したことと徴用船が出たことにより、大阪大連戦の輸送力が逼迫することとなった。サントスマルも1940年からは南米航路から撤退して、 大阪大連線に移り、また、台湾航路にも配された。1941年1月24日、サントスマルは日本海軍に徴用され、ついで3月1日付で特設潜水母艦として入籍し、横須賀鎮守述籍となった。3月1日から5月31日まで、舞鶴海軍交渉と横須賀海軍交渉で特設潜水母艦としての偽装工事が行われた。 この後、サントスマルはマンジュマルと解明するが、理由については定かではない。もっとも、徴用した日本海軍では、若干の例外を除いて、マンジュマルとは呼ばずに、救命のサントスマルを使っていた。ここでは以降、若干の例外を除いてサントスマルに統一して、記述する。太平洋戦争開時には、第二潜水隊付属の潜水母艦として、支援にたるが、 1942年1月の時点では横須賀にあって前線には出動していない。2月から3月にかけては南方作戦に従事し、8月20日付で第2潜水戦隊が解体すると、8月31日に編成された5潜水戦隊に移って、機関として引き続き母艦任務に従事した。その後、1943年3月25日に元来、 大阪大連線の火客線として建造された、築士丸が竣工と同時に徴用され、特設潜水母艦として入籍し、サントス丸は、築士丸と入れ替わるように特設運送船に、類別変更された。特設運送船になってからのサントス丸は一貫して、輸送任務に従事し、1944年のサイパン島に対する末輸送にも、参加、3月20日、 縦山出港の東松3号特選団では、特設運送船朝霞丸及び山陽丸とともに、サイパン島及びトラック諸島への輸送に任じた。5月にも、第43師団を輸送する東松8号船団に加わり、5月19日にサイパン島に到着して、第43師団の将兵を上陸させた。また、これより、前の3月上旬には、 引き上げ日本人を乗せていたアメリカガンと共に船団を構成して日本に向かっていたが3月6日にアメリカの潜水艦のオチラスの雷撃でアメリカガンが沈没するという一幕もあった6月20日サントスマルは日67船団に加入して6連沖を出港する上述の若干の例外とは日67船団と8月4日湘南出港で 復興の日70戦団であり、一連の航海のみ、万字丸となっている。7月9日に湘南に到着後、サントス丸は、ビンカンさんの防機サイトを積み込み日70戦団に加入、8月15日に6連に到着した。10月から11月にかけてはフィリピンへの輸送作戦に従事し、SST5 隻と SBET1 隻、合わせて6隻の機動艇、およびの 第102号小海底及び第38号小海底とともに玉31バイト船団を編成して11月12日に高尾を出港してマニラに向かう。バタン諸島を縫うように南下し11月19日夜と20日午前に空襲を受けたが撃退して11月21日にマニラに入港した。11月23日10時、サントスマルは 第38号小海艇、第102号小海艇及び、第33号汚船艇の護衛によりまた34、船団を編成し、高尾に向けて、マニラを出港した。この時、サントスマルは、海軍部隊の人員を乗せていた。数は1300名、1500名、1445名と、諸説あるが、どの数が正しいにせよ部隊の中には、 冷手沖き海戦で撃沈された戦艦武蔵の生き残りが相当数含まれていた。戦団は12ノットから13ノットの速力で北上していったが11月24日23時頃、北緯20度14分統計121度50分、北緯20.233度統計121.833度、20.233121.833 20.、サブ単島近海を航行中に、 アメリカの潜水艦アトゥルのレーダーにより探知された。アトゥルは、戦闘配置を例して、浮上状態のまま目標に接近し、翌11月25日1時10分過ぎに、失送振動6フィートに設定した魚雷を、艦首発射艦から6本、艦尾発射艦から2本発射した。アトゥルの発射した魚雷はまず第38号、小海底に2本が命中して、これを合鎮させ、 まもなくサントスマルにも2本が命中していった。サントスマルはすぐには沈まなかったが救命ボートなどが破壊され間を置かずして沈んでいった。サントスマルの遭難者のうち700名ほどが第102号小海艇及び第33号区選艇に救助された。1945年1月10日に除籍及び海洋。戦争で 壊滅的打撃を受けた第二次世界大戦後の日本の海運業界及び造船業界は1947年から始まった計画造船の下で再建が進められた。もっとも計画造船で建造される船舶の種類は当初は貨物船とタンカーのみであった。他方大阪商船は1950年11月に GHQ の許可の下に南米航路を 貨物船のみで再開していた。折も折り、1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約発行を契機として、南米移民が国策として復活することとなった。南米移民輸送を歴史的退任と辞任していた大阪商船は、再び移民船を差し立てることを計画する。しかしその移民船の整備については、多少の右翼曲折があった。当時、 大阪商船の手元には、かつて台湾航路に就航して病院船となり、戦争を生き延びた高砂丸が残っており、当初はこの高砂丸を移民船に改装する計画があったが、予算の関係などで、いつの間にか妨みとなった。これと前後するように、日本政府は第8次計画造船で、課客船一隻を建造することとし、これを大阪商船に割り当てることとした。 これが二代目のサントスマルである。二代目サントスマルは戦争終結後初めて建造された外洋型化客船でもあった。二代目サントスマルは三菱神戸造船所で昭和27年7月12日に寄港して9月20日に浸水、くしくも初予算とスマルと同じ12月10日に竣工した。平ら板砲の船型を持ち、 最上甲板に一等船室、その下には食堂と喫煙室が配され、特別三等船室は中甲板、特別三等食堂は上甲板後方にあった。1948年の SOLAS 条約に適合した安全確保の設備も完備していたが、この点でも条約適用の日本最初の過客船でもあった。ささやかな設備と大阪商船が認めているように、 キャパシティ面では初代、サントスマルをはじめとする戦前の南米航路、就航船とは比べ物にならなかったが、それは、元が過客船で、移民船への転換が決まってから特別三等船室を急遽増設したためである。それでも、サントスマルは、大阪商船の移民船復活の第一歩を記すこととなった。サントスマルは、竣工後間もなく54名のアマゾン移民を乗せて、 神戸港を出港、当初は戦前と同様に西回り南米航路に就航していたが、1953年4月の日本アルゼンチン通商協定締結を機に昭和28年5月からはパナマ運河経由の東回り南米航路に回った。1955年頃に移民輸送が一時頭打ちになるがパラグアイ移民の再開及びドミニカ。 ボリビアへの移民が開始されるに及んで、キャパシティの不足が懸念されたため、1957年に改装が行われて新たに3等選客558名を収容できる選室を増設した。翌1958年には2代目のアルゼンチナマールが就航して、華やかさを増すが、1959年以降は、日本において高度経済、1963年に、 日本移住船が設立されて、サントスマルも移籍したが、経営が不安定だったため、親会社の大阪商船、三井船舶に要船に出たりもした。1965年には移民船としての最後の航海に従事。その後は1972年に、パナマのリバティ・マリタイム・コープに売却されて、ウィノアと改名、2年後の1974年には、 台湾の新シやシナブ、コープに売却されて、不意心と再解明され、1976年に高尾で解体された。のま、昭和8 0年史などは解明の事実は記して、あるが、その理由までは言及されていない。日本海軍は、昭和16年11月7日付で同盟のタンカーマンジュマルを特設運送船として徴用するが、このことを見越して、 救命を使っていたのかどうかも定かではない。ただし、サンタスマルからマンジュマルへの解明自体は正式なものである。ハットサンとスマルの南方域を7月のこととしている書物もあるが、例えば7月13日6連執行の日69、戦断の記録にはマンジュマルの名はなかった。ありがとうございます。